レッドグレーブ市内に突如姿を現した謎の大樹の影響で、周辺の町は完全に機能が麻痺している状態です。政府はこの状況について悪魔だよ。俺はこの目で見たんだ。レッドグレーブは悪魔に支配されてる。みんなで神になるでしょう。これは我らに与えられた試練です。週末ろくな番組ねえな。で、気分は？気分って？親父を殺した奴を助けに行くんだぜ。何が父親だ。私と母さんを捨てたろくでなしだろ。何の感情もない。そりゃアグナスがいい父親とは思ってねえけどよ。まあ学者としては悪かないさ。いろいろ役に立った。タバコやめろよ。ひでえ匂いだ。お前が臭いんだろ。おい、いいか？見えてるよ、突っ込む。おい、あんまり揺らすなって。音が飛ぶ。死守するぞ。一撃も倒すな。
まってる。ハグして欲しかった。でも片腕じゃな。ほら行けよ。おい、抜いてな。お前死ぬつもりか。やらせてやれ。悪魔退治が趣味なのさ。ほっとけいい。やめろ。そんな片腕で何をしようってんだ。死ぬぞ。うるせえポリコーだな。見てやがれ。それじゃ、ゴミ掃除と行くか。掃除の違いがあるな。もらった！私も悪魔退治専用だ。よくできてるだろう。おい、このバカ！人の芸術助けよ！うるせえぞ、さっさと避難させろ。おもちゃに慣れてきたぜ。なぜ人の血を集めてる。ただおばあちゃん、知れば。なるほどね。
マシュマロがありゃ一緒に焼いたのにな。させたが時間の問題だぞ。何がだ。状況から察するに今もこの町は魔界化を進めてる。しかも周囲を巻き込んでな。ヤマトの力か。車の修理までやらせるとは人使いが荒いな。教団の資料を見せてやったろ。ギブアンドテイクってやつだ。ねえ二人ともご飯できたわよ。すぐに行く。おい先に行ってろよ。俺は後でいい。じゃあお前の分も食っちまうかな。なんだ、何か用か。ああ腹でも減ってんのか。だったらちょうどよかったな。飯ならあるぞ。キレイはいつも作りすぎるんだ。おしゃべりな連中も一緒だけど我慢してくれるか。なんだよ、どこ見てこんな感じ。お前悪魔か。ネロ、ご飯が冷めるわ。キレイ、来るな、そこにいろ。返してもらうぞ。待ってるからな。安全運転で頼むぜ。